直接キャッチして通信をしています。製品を追加のボタンをクリックしてください。開封してレビューしていきたいと思います。これがポケット Wi-Fi ですよ皆さん。プラチナバンドに対応しました。こんにちは、楽天社員のガッキーです。今回は楽天モバイルから新発売されたポケット Wi-Fi、 楽天 Wi-Fi ポケットプラチナを購入してレビューしたいと思います。この動画は3つのトピックに分けています。1つ目がそもそもポケット Wi-Fi とは何か、2つ目が実際の購入方法、手順の解説、3つ目が実機の開封、セッティング、レビューです。楽天モバイルのポケット Wi-Fi は端末を1円で購入できて、月々の料金も最大2980円と安く非常に人気です。ポケット Wi-Fi の購入を検討されている方は必ず最後までご視聴ください。それではまず最初にそもそもポケット Wi-Fi とは何かについて話していきますが、簡単に説明しますと、持ち運びできるルーター、中継機です。皆さんはパソコンとかタブレットって持ってますでしょうか。そういった端末でインターネットを利用するためには端末に電波を届ける必要があります。言い方を変えますと、端末で電波をキャッチする必要があります。分かりやすくスマートフォンで説明しますと、皆さんはドコモ、au、ソフトバンク、我々楽天モバイルが提供する電波を利用するために料金を払っています。契約している証として SIM カードというものがありまして、その SIM カードを差し込むと電波を使うことができます。ここでもう一度ポケット Wi-Fi の話に戻します。ポケット Wi-Fi を契約することで SIM カードを差し込んでいないパソコンやタブレットでも電波を利用することができます。ここがちょっと分かりづらいと思うので、お買い物パンダの力を借りて説明したいと思います。このお買い物パンダが楽天モバイルの電波を出しているアンテナと思ってください。皆さんが利用しているスマートフォンはアンテナからの電波を直接キャッチして通信をしています。なぜならこのスマートフォンには楽天モバイルの SIM カードが入っているからです。次にこれがパソコンだと思ってください。このパソコンには楽天モバイルの SIM カードが入っていませんので、お買い物パンダアンテナが出している電波をつかむことはできません。ここでポケット Wi-Fi が登場します。ポケット Wi-Fi は楽天モバイルと契約して SIM カードが入っていますので、このお買い物パンダのアンテナが出している電波をつかむことができて、しかもその電波を他の端末に飛ばすことができるんです。このポケット Wi-Fi を中継してパソコンにインターネットをつなぐことができます。まさに中継機ですよね。楽天モバイルの公式ホームページから抜粋した理論機ではありますが、フル充電をして連続通信約10時間、最大16台の機器を同時に接続することができます。そしてこの中継機は持ち運びすることができますので、楽天モバイルの電波が入るエリアであればどこでもこの中継機を利用してパソコンやタブレットにインターネットを接続することができます。それでは次に実際の購入方法と手順について話していきますが、まずはお得なキャンペーンのご紹介です。楽天モバイルのポケット Wi-Fi は通常7980円するんですけども、今なら1円で購入できます。1円で購入できる条件などについてはこちらの動画で話していますのでご覧ください。この動画は公開してから約8000回も再生されている人気の動画です。それでは今から実際の購入画面をお見せしながら私が購入したいと思います。まずは申し込みページにアクセスする必要がありますので、右上の QR コードを読み込んでいただくか、概要欄のリンクをクリックしてください。ページを移動したら少しだけ下にスクロールをして、お申し込みはこちらの欄から新規お乗り換え申し込みのボタンをクリックしてください。最初にプランを選ぶ画面になっていると思いますので、プランを選択するのボタンをクリックしてカートに追加してください。楽天モバイルの料金プランはこれしかありませんのでご安心いただけると思います。次にオプションサービスの選択画面になりますので、通話かけ放題は加入しないにチェックを入れてください。その他のオプションについてはお客様の判断にはなりますが、基本的には加入しないでいいと思います。そうしましたら次に右下にある製品を追加のボタンをクリックしてください。スマートフォンその他をクリックして、モバイルルーターをクリックして、楽天 Wi-Fi ポケットプラチナをクリックします。端末は1円で購入できますので、一括払いを選択してカートに追加するのボタンをクリックしてください。ここでまたまたオプションサービスの選択画面になりますので、選択を解除してこの内容で申し込むのボタンをクリックしてください。楽天会員のログイン画面に移動しますので、情報を打ち込んでログインしてください。登録されている契約者情報が合っていることを確認して、契約者情報と本人確認書類の情報が一致していることを確認しましたにチェックを入れてください。通常であればここで本人確認の工程があるんですけども、私はすでに楽天モバイルを契約していますのでスキップ可能になっていました。初めてお申し込みする方は本人確認をお願いいたします。本人確認が終わったら次へ進むのボタンをクリックします。電話番号を選択の画面になりますので、新規電話番号を取得にチェックを入れて次へ進むのボタンをクリックします。最後にお支払い方法を選択してこの内容で申し込むのボタンをクリックしてお申し込みは完了です。
申し込み内容に不備がなければ、だいたい1週間以内を目処に専用端末と SIM カードが自宅に届きます。購入方法と手順の説明はこれで以上です。それではポケット Wi-Fi 届きましたので開封してレビューしていきたいと思います。ポケット Wi-Fi カモン。はい、来ました。これがポケット Wi-Fi ですよ。皆さん開けていきましょう。そしたら ISO カモン。はい、ということで ISO 登場来ましたよ。ポケット Wi-Fi やっときましたね。これですね。これ開けて開封してレビューしていきましょうか。はい、じゃあ ISO 開けてみて。これはい、届いたのこれだけですか。うん、めちゃくちゃコンパクトですね。ですね。どうぞ開けてください。開けます。はい、お、入ってるのがクイックスタートガイドと、出ました、本体でね、ポケット Wi-Fi、 あれ楽天モバイル、楽天 Wi-Fi ポケットプラチナ、コンパクトですね。はい、でめちゃくちゃ軽いですよ。これは軽い、ちゃんと使えるのかな。開けてみて。はい、 SIM カード入ってるの。 SIM カードそっちに。あ、こっちか。あ、これだ。入ってるのが楽天 Wi-Fi ポケットプラチナの本体と SIM カード。 SIM カード、まあ、あとスタートガイド、これは多分 SIM カードのスタートガイドだよね。そうですね、多分。うん、じゃあ開けてみますか。はい、じゃあまず電源入れていきますかね。はい、端末の右上が電源ボタンになってるので、はい、これを長押しします。お、お、 R モバイルピンク、はい、来ましたね。 SIM を挿入してください。はい、 SIM カード、はい、じゃあ同封されてる SIM カード、これが今回だとナノ SIM だから一番ちっちゃいやつ、傾きみたいな不安になりますね。うん、はい、二段階やるのか、怖いな。あ、これ、うわ、怖っ。こんなちっちゃいです。ナノシム。ナノシム。はい、一番ちっちゃくしたら、金属面が表ですと。で、切り抜きがこの欠けてるところを右側にして挿入してください。はい。カチッって音がするまで入れました。しっかり入りましたね。はい。お？もう 4G で出てますね。Wi-Fi マークついてるし。もう使えるもしかして。もう使えるんですか。まあ、もうこれ使えますね。じゃあ今電源入れて SIM カードを入れただけでもうこれ使えそうです。はい、じゃあつなぎ方なんですけど、この電源マークの隣にある WPS ボタンを QR コードが出るまで押してください。お、出た。はい、ということなので、これを読み込めばいいという話ですので、お、接続しますか。接続。うわ、繋がった。楽天 2A56 で Wi-Fi マークになってますね。来ましたね。繋がってますね。簡単、これだけで繋がるんですね。うん、すごい。早速やっちゃいますか。やっちゃいますか。電波測定。はい、一回さ、どうする、どっち先にやる。 Wi-Fi 繋がった状態で測るか、切った状態で測るか、先どっちやる。じゃない方から、ない方から行きましょう。 4G にして Wi-Fi じゃないですね。はい、じゃあこれでいきますよ。速度計測をお願いします。はい、ガッキーさんの家はちょっと心もとないですけど 4G だと 11Mbps でした。はい、11ね、覚えておきます。11です。はい、じゃあいきますよ。 Wi-Fi 繋いじゃいますよ。はい、 Wi-Fi って 5G 使えないもんね。確かこれは 5G 使えない、 4G だけですね。はい、Wi-Fi 繋がってますね。頑張れポケット Wi-Fi。 そんなに変わらないと思うんですけどね。うん、基本的に変わるはずがない。なんなら中継してるから遅くなると思うんだけど。そうですよね、イメージ的にはそうですね。変わらないか遅くなるぐらい。はい、ということでポケット Wi-Fi だと 10Mbps でしたね。うん、まあ、ほぼ一緒ですね。変わりませんね。まあそうですよね。ちなみになんですけど、磯田さん、はい、その私の症状ちょっと外してもらっていいですか。そこにとあるものがございまして。そんな仕組みが。はい、そこに隠れてるからくりとしてですね、ででーん、ガッキーさんの家にはですね、楽天ターボがあるんですよ。ガッキーさんの家の楽天ターボ 5G で、 5G が今途切れてますので 4G のはず。はい、結果出ました。はい、楽天タボ 5G は 17Mbps、 ポケット Wi-Fi よりも
いい結果となりました。ちょっと高いですからね、あれは、はい、これ高いですからこの機種もうサイズがこれ僕お恥ずかしながら iPhone SE なんですよ、はい、あのちっちゃいやつ、はい、それと比べてちっちゃいですね、うん、これ重さ的にはどんぐらいって言ったらいいかね。え、表現難しくない？これえ、でも何グラム公式の表記だと。公式だと重さ約103グラムって書いてありますね。103グラム。サイズが縦が約65ミリ、うん、横が 96.5ミリ、うん、で厚さが 15.3 ミリらしいですね、はい、で容量が 2440mAh で最大約10時間の連続通信が可能みたいです、うん、で同時接続は最大16台までいけるらしいです。16台結構つなぎますね。もう十分ですよ、うん、で気になる通信速度なんですけど 5G は使えないので下りで最大 150Mbps、 そんな行く、うん、で上りで最大 50Mbps です、うんうんうん、でこれなんと、まあ、楽天モバイルの最強プランと一緒なので国際ローミングが使える。海外で 2GB までは無料でそのまま使えるんです。そうなんだ。海外で使える。使います。めちゃめちゃ便利じゃんそれ。そうなんですよ。しかもなんといっても名前の通りプラチナバンドに対応しました。はい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 、素晴らしい。おめでとうございます。それでは開封とレビューやっていきましたけども、最後に注意点をいくつかお話ししたいと思います。まず1つ目、このポケット Wi-Fi ですね、今回キャンペーンを利用して1円で購入しましたけども、お一人様につき1点まで適用できますので、これ注意してください。次に2つ目です。このポケット Wi-Fi の端末は1円で購入できて、 SIM カードとセットで購入してるんですけども、これはデータタイプ SIM とのセットではキャンペーン適用外になりますので、音声プランとセットでこの端末を購入してください。次に3つ目、この機種っていうのは新しい機種で1個前の古い機種があります。2024年の7月11日までにこれではない古い機種を1円で買った場合、今回の新しい機種は1円で購入できませんので注意してください。次に4つ目、不正利用だったり不正転売などの目的で本キャンペーンを適用、または恐れがあると当社が見なした場合については、申し込みをキャンセルされますので十分注意してください。次に5つ目、このポケット Wi-Fi の端末を1円で購入するためには最強プランと同時に申し込みが必要ですので十分注意してください。次に6つ目、この機種に関してはプラチナバンド対応していますけども、現在まだ一部でしか展開されていませんので今後の展開にご期待ください。最後に7つ目です。このポケット Wi-Fi はご覧の通り端末だけが届きますので、充電器については別途お買い求めください。ちなみに充電についてはタイプ C ですのでお気をつけください。はい、以上楽天 Wi-Fi ポケットプラチナの購入方法、開封レビュー動画でした。楽天モバイルのポケット Wi-Fi はとても人気ですし、今回プラチナバンドに対応したのはとても嬉しいですね。購入をご検討されている方は右上の QR コードか概要欄のリンクからチェックしてお申し込みをお願いいたします。今回もご覧いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録、高評価お願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。